はい、どうも、ヒロです。肌つヒロタウンキャリア続きやっていきます。で、今回はカラボーカップの初戦、ウルブ戦やっていきます。開幕戦で当たりまして、まあ開幕戦の時はね、新フォーメーションの戦術とかも、うまくいかなくて苦戦したんですけど、まあ今は、戦術がうまく機能してきているので、うん、リーグ戦もね、6連勝かな、いや、じゃあ5連勝か。5連勝してるので、まあ、開幕で当たった時よりは安心して戦えるかなと思います。んで、ウルブ戦終わったら、チェルシーかな。チェルシーやって、バルサやってって感じですかね。まあ、アーセナル戦や、まあ、ここまで、やってもいいんですよ。多分この辺に勝ち上がったら入ってくると思うんで、まあ、日程次第でちょっと考えましょうかね。うん。と思います。日程がなんかガラッと変わるような感じだったら、まあ、次の10月の、日程見て、この後半戦に入るようだったら後半戦の方を取りたいかなと思います。はい。んじゃ、ウルフ戦のスタメンですね。あ、そう。あのね、一人、前回、フォワードを取ると、フリーエージェントから、取ってきました。ヤング・クームスっていう選手、いたんで取ってきました。ね、結構良くて、まあ、能力こんな感じなんですけども、なんでフリーでいたんだろうと思うぐらいのね、フィニッシュ85ってやばいでしょ。まあちょっとボレーがね、下手なんですけど、まあそこを目をつむったとしても、ね、いや、いいんじゃないかなと思ってて、ショートパスも悪くないしね。なんで、もしかしたらガイと一緒にこう、今シーズン、出てくるかもしれないので、まあその、なんだろうな、シャープネスが、45っていうのが気になるとこなんですけど、まあ試合で使って、シャープネス上げていこうかなと思います。で、アルプと、ヤング・クームスの2トップで、で、バイダス、ドイル、カセレス・ジュニア、コベントリ、マイナ、で、シンプソン、キャプテン・マーク、ペリン、オホボ、ムリッチと。なので前回とほぼ、変わらないメンバーですかね。スタメンで言うと、やっていきたいと思います。うん。そうですね。ブロードヘッドに変えて、オジョ入れとこっか。使ってあげないとね。で、オライリーは、冬の移籍でフィオレンティーナに移籍します。はい。じゃあ、試合ね、やっていきましょう。いや、でも開幕戦のメンバーがガラッと違うからな。もしかしたらやばいかもしれないけど。まあ、負けてしまって敗退したら、リーグ戦、チャンピオンズリーグ、リーグ戦って感じで取っていきますので、まあ、とりあえず勝てるようにね、負けるなんて考えたらダメなんでね、勝てるようにやっていきたいと思います。はい。じゃあやっていきまーす。今思ったらあれだな。ウルブス、ガルシアいいんだな。もっとうちのチームにいた。ジャイルズと入れ替わりのような感じで、移籍したから忘れてたわ。あ、ちょっとそれ出てる。ごめん。そんな、なんでみたいな顔せんでも。なんでパスしたみたいな顔せんでもいいやん。ちょっと失敗したのよ。よいしょ、そういうこと。Well, I'm sure his heart is beating extra quickly because it's his debut game today. Stuart, what should we expect to see from him? Well, they needed to reinforce up front, to be honest. They were looking a little light. 結婚してさ、hopefully he doesn't disappoint.
やっぱりね、ちょっと人が、おっと、それはまずい。あぶねえ。助かった。やっぱちょっと人がいない時間が一日でもあるとさ、まあ、仮にこう奥さんがどっかにね、奥さん、うん、奥さんか。妻って呼んでるから奥さんっていうのがちょっと違和感が。がちょっと出かけて一日いないとか、どっかこう、家族、まあ実家に帰ってるとかね。で、一日フリーの日があるとかするとさ、やっぱりさ、ちょっとさ、寂しいよね。あぶね。ちょっと流れが悪いね。開幕戦と同じような感じになってんな。今の、やばくない？なんかちょっと動きが変だった。ああ、ちょっと思った感じじゃなくなってしまった。危ね。やっぱりこう話戻すと、ああ惜しいな。まあ身長低いからな。まあ、やっぱり、おお、マジか。通ったと思った。エドワード・サルビオ、フレデリック・ゴーブランソン、ケアレス・イン・ポゼッション。いないとダメな存在になってるんだろうなっていう感じですね、やっぱりね。なんだかんだ、結婚したら不満は出てくるんだろうけど。結婚する前から出んのかな。どうなんだろう。お互いね。ちょっと流れが悪いな。やば。これはまずい。ナイス。いやーちょっとな、無理にシュート打ちすぎてるな。でも真ん中あんだけ固められたらちょっと難しいな。ちょっと待って、何してんの？危ねえ。Yes, Derek, we have to give credit to the keeper, but surely he should have scored there. That's a big, big chance. Not quite spot on with that one. いやー、よく足出した。手出したらハンドになるとこだったわ、今多分。体、いや。足かけられて動けないのよね。きついな。おお、いいシュートでしたけどね。初めてじゃないか、フォワードが前向いてシュート打てたの。
And there's the delivery. Well, the clearance, half-hearted. わあ、素晴らしい。オッケーオッケー。流れが悪かっただけにこのシュートはでかい。ナイスナイス。いいですね。50番背負ってるよ。あれ？これあれじゃないの？モンテネグロの選手ちゃうの？ゴールキーパー能力低いんちゃうか？そうでもないんかな？出てるってことはそうでもないんだろうか？なんか、ゴールキーパー調べてるときに出てきてたな。モンテネグロとセルビアも、ねえ、別の国になっちゃったから。セルビアモンデネグロがね、なんか懐かしいというか。ちょっとギリギリはプレーやめとけって。あれ一歩間違ったらゴール内割ってるぞあれ。ちょっと何してんの？全然動いてくれんかった今。いやー、今のな、最後のプレーがな、なんか動かなかったな。選手がすごい髪型してんのよ、見たら。はい、じゃあ後半やっていきましょう。あ、選手変わってるね、向こう。うちのチームはまあ、攻められてたけど、まあメンバー交代は必要ないかなということで、まあなんかギリギリで耐えてるし、ほんまギリギリやけど。まあこうやって結構試合、うわ、惜しいな、惜しい。いい抜け出しでしたけどね。いや、この次のプレーは、次のプレー、ちょっとゴールの方に体向いてたから危ないなと思ったけど、いや、それは別にいいやろ。入ってないわいな。あ、正直すぎたな。もうちょっと曲がるかなと思ったけど。ナイス。マイナー。あ、惜しいな。もうちょっと手前に入っとけば今。あぶむくね。今の危なくね。ナイス。1点を守るか、もう1点取りに行くか、難しいとこやけど、でも取りに行った方がいいな。無失点で抑えれる気がしない。ハイバックっていうのはきついな。やってただけに分かるわ。Well, pass after pass, maybe they can chisel an opportunity. I just couldn't play that decisive ball. ハマれば強いからな。It's opening up for them.
がー、くそ惜しかった今。紙一重だったな。いやマジか。Still behind, but the pressure mounting. Well, dealt with that ball comfortably. 中盤のそこのカセレスジュニアが効いてるから、なんかサイドに散らしてくれてるからって感じがするな。Garcia takes some progress with the ball at his feet. Takes aim. あぶね。Still a chance. Perry. Happy to take on the shot. ナイスナイスナイス。And the counter looks on here, options available. いやーそっちか、マジか、見えてなかったか。Excellent refereeing, advantage in operation. あ、おお、おお、マジか、相手にボールになっちゃった。何分？77分、交代戦とまずいな。いやシムソン、ちょっと頑張れ、いける、OK、ナイス。ちょっと予約しとこう。これ多分試合切れないわ。ガイ出しましょうか、アルプに変えて。で、これ逆にしときましょう。で、マイナに変えて王城。で、コベントリに変えてマッコイ。入れときましょう。で、これ逆にしときます。3人交代しましょう。時間が時間なんで。カサレスジュニア。いいよ。最後のチャンスで。ナイス、見えてる。うわ惜しい。そうか、決めれんのか。結果あっぶね。これだけ見たらこっちが負けてるようやけどな。さあ、ガイも復帰しましたから。So almost at full time, and the home side on course to eke out a narrow win. Stuart, your thoughts? Well, it's going to be a nervy end to this game. But if they do hold on, I think they've deserved their win. They've played really well, and they've played some good attacking. ちょっと無理っちの。And in general, they've controlled the game. Tackling and winning the ball. あ、ファウルですね。こけ方良かったな、今な。He goes short.An attack full of promise. Well, the threat was very real. Marvelous defending. どうした？なんか一瞬スローになったぞ今。They get forward, but time is very much against them here. Good technique displayed.やぶない。あぶねえ。Well, he's connected well enough with it. He just couldn't get it the right side of the post. よっしゃ、オッケー。よし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 。優勝したみたいになってる。優勝したみたいになってるよ。勘違いにも程があるぐらいの、まあ、苦しい試合でしたからね。まあ、
analyze it all, Stuart. We saw flashes of what he's capable of.まあなんかコンディション上がってくれば点決めそうな感じしますね。はい、まあ勝ち上がることができて、まあカセレスジュニアの、ロングシュートで、まあね勝ったんですけど、まあヤングクーモスに関してはまあこれからでしょうね。うん、動き自体はなんか悪くなかったし、最後のパスがうまくいかないだけで、点は決めれそうな、まあ、雰囲気はあるかなと思うので、うん。なので、それをどう活かしていくかでしょうね。もしかしたらポジションがトップじゃなくウィンガーなのかもしれないし、うん、でもまあ、フォーメーション的にトップでやってもらわないとダメなんで、まあそこはね、やってもらいます。んで、まあ開幕戦勝利、貫禄してくれたガイが復帰したのも大きいですね。能力は能力ですけど、まあここぞの時の決定力があるんでしょう。なのでそれに期待できるし、うん。なので、まあヤングクルムスとガイが、もしかしたらパロットとかアルプとかヘラーのけて、まあ静香選手もそうですけどね、この3人が、スタメン張ってる可能性があるかもしれないですね、後半。試合が進むにつれてね。うん。今、パロットがどれぐらい点取ってるんでしょうか。結構点取ってると思うんですけど。まあ、チャンピオンズリーグの3点がでかいですね。まあ、プレミアリーグで、3点、3点、3点。いや、なんかね、めっちゃね、うちは、なんか爆発してるんですよね。なんかわからんけどね。なんかすっごい爆発してんのよ、今。チームのフォワード陣が。まあ、クロースはもう、まあまあまあ、そうだなっていうような感じの活躍ぶりなんですけど、それ以外の選手が、すごく活躍してくれてるから、ありがたい。こんぐらい ?200 億あるんですけど、ね、大型補強っていうのもあるけど、うちのチームらしくないので、今のところするつもりもないんですが、誰か取ってもいいかもね。うん。冬とかにね、取れそうだったらね。まあでも冬までの成績次第ですね。取らなくても良さそうだったらもう取らないし。今のチームメンバーでやっててもいいかなと思うので。ああ、ここか。そうか。これどう取ろう。そうだね。ユナイテッド、バイエルン、リーズって取った方がいいな。うまく繋がってるからね。うん。じゃあ、ユナイテッド、バイエルン、リーズですね。次回、だから、ユナイテッド戦ですね。ユナイテッド戦取りましょうか。バルサはまた後半に、このあたりに、まあ取れるでしょう。多分また勝ち上がってたらこの辺に入ってくるんじゃないかな。カップ戦がね。はい。どことやんの?リーズか。さっきリーズって言っといてね。はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。リーグ戦も今無敗で頑張ってますんで、ユナイテッド戦までなんとか無敗で、頑張っておきますと。ではまた次回です。じゃあね、バイバイ。